まあ、あとはね、その、まあ、やっぱりまた、その、まあ、いじめの問題で、これ、大津じゃなくて、まあ、兵庫県でですね、まあ、こう小6をですね、一方的にこう、暴行する動画っていうのが、これ僕はニコニコ動画で見たんですけども、これ今はもう削除されたんですよね、なんか、その、なんかどっか、YouTube からの転載だったと思うんですけども、まあ、今は削除されたんですけども、僕これ、まあ、早い段階でですね、まあ、こうちょっと見ること、っていうのがありましてですね、これ本当にひどいなと。まあ、1分間マッチっていうか、そう1分間、その、中学生の子供ね、この子、別件で逮捕されたんですよね。まあ、それと、小6の男の子がですね、戦うっていう、まあ、そういう設定なんですけども、まあ、一方的にその中学生の男の子がですね、まあ、この小6の男の子をですね、まあ、殴ったり蹴ったり、こかしたりとかするっていうね、まあ、本当に見てて胸クソ悪いんですよね。まあ、本当こういうのをですね、こう、喜んで、これは受けるぞ、みたいなことを言って、まあ、動画をね、アップしてる人がいてるんですよね、いじめっ子がね。まあ、そういう神経がですね、もうさっぱり僕たちにはわからないんですけども、ただ、今回こういう動画アップされたっていうのは、まあ、今回だけじゃなくて、去年でもですね、群馬とかでの、あの、いじめ動画っていうのもあったりとかして、結構あるんですよね。これも本当にひどいですし、まあ、この件に関して、この小6の父親がですね、兵庫県警に、警察に、被害届を出したっていうのがね、載ってまして、これ暴行容疑で、警察が立件する方針ということでね、まあ、これは本当にね、ちゃんと兵庫県警、まあ、立件してね、逮捕、この件でもね、この中学生の子っていうのを逮捕してですね、もう絶対許してほしくないなと、は思いますけどね。まあ、何があれかって言ったらね、やっぱこう、本当に、その、いじめたかって、いじめじゃなくて、やっぱ犯罪ですかね、暴行とか、まあ、恐喝だったりとかね、そういうことをやった、子供っていうのがですね、何にもこう社会的制裁、刑事罰を受けないっていうところにもですね、やっぱこう、多くの人がね、僕は怒りがあると思うんですけども、まあ、だからそういう問題もあるし、またいじめられた側の子供もですね、何にも守られてないっていうね、学校も、知らん顔して無視してるとあえてね、そういうとこがやっぱりその、なんかこう許せないなっていうね、みんながこう怒ってる、証拠だと思うんですよね。だからまあこれはね、ちゃんと本当そのいじめ動画ね、本当こういうのアップしたやつっていうのは、本当に何考えてんのかなと。まあ自分たちがやってるっていう証拠も残るわけですしね、顔もバッチリ映っててですね。だからそういう、なんかやっぱり精神的に幼いっていうのもね、あると思うんですね。これをみんなが見たらですね、喜んでくれるというか、笑ってくれるだろうと思ってるその大きな勘違い、してる子供たちがですね、結構いると。でもそういう人、子供たちに対してね、それはおかしいと。それは間違ってるんだよっていうことを、やっぱ社会の側からですね、こう、メッセージというか、その発信していかないとあかんと思うんですね。こんなこと、誰も喜んでないし、受けないぞということをね。っていうにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり社会的制裁とかですね、こう警察とか、そういうところに訴えてね、なんかこう、取り締まっていくしかね、もうしゃあないかなと思うんですよね。僕は本当、まあ、今回、そのいじめのね、問題というのは、大津の中学校とかでも、その結構、その、まあ、大きくなりましたけども、やっぱりね、いじめをなくすというか、その、こういうひどいね、やっぱこう、犯罪と言っていいような、そのいじめっていうのを、その、できるだけなくしていこうっていうね、そういう動きに発展させないとですね、それは意味がないと思うんですよね。定期的にこう、いじめっていうのはありますし、やっぱその、小さいいじめなんていうのはね、やっぱクラスのどこにでもあるわけで、まあ僕らはそれは、その、
まあ、いじめたっていうかですね、こう、まあ、そういうのもあるんですよね、こう、口でわーって言って、こう、泣かしたりとか、うん、だからお金とか、その暴行とか、そんなんはしませんけども、だから大なり小なりみんな、いじめたり、いじめられたりっていう経験はあると思うんですけども、ただ、こっから、これ以上は犯罪なんだよっていうね、っていうことをきっちり、その、教え込まないとですね、僕はダメだと思うんですね、子供たちにね。うん、それは学校でもちゃんとそういう啓発とかですね、そういうことをしないといけないと思うんですけども、学校がですね、ちゃんと動かない、動かないどころか、隠蔽に回ってるという今の状況だったらですね、やっぱりこう社会的に、動いていかないとですね、やっぱりいじめ、ひどいいじめっていうね、犯罪と言っていいようないじめはですね、なかなかなくしていけないかなっていう気はしましたけどね。まあまあなんかそんな感じですかね。だからまあ僕は本当こう、やっぱりね、夏休みは言ってもですね、やっぱその今までいじめられた子とかは、やっぱり夏休み、まあ今なんか夏休みでもいじめられてるみたいなね、なんか一昨日ぐらい、大木ママがなんか言ってましたけども、なんかそういうひどいね、ネットとかあったりとかして、もう、なんかひどい状況が一部にはあるみたいでね。だから、もう気が気でない子供たちも今もね、たくさんいると思うんですよね。そういう子供たちに対してどういうことができるかなと。っていうことをね、やっぱみんなで考えていかなあかんのちゃうかなと思いますしね。まあ僕はやっぱりね、逃げてほしいというか、その家までね、いじめっ子っていうのは追ってきませんから、まあそれは一部ではあるでしょうけども、そこまで来たら、もう本当にもう大きな犯罪ですから、だから本当家にね、まあ、引きこもれとは、引きこもれって言ったらあれですけども、まあ、ちょっと身を隠すぐらいのですね、まあ、こう、避難というかね、まあ、逃げて、一切、その、いじめっ子たちと顔を合わせない、っていうのがあればですね、もうそこまで、その、めちゃくちゃなことはね、してこないですから、ほんでまた警察とかですね、まあ、他いろんなとこに、まあ、議員さんとかね、市会議員とかそういうことに言って問題を大きくしたらですね、大丈夫かなと思いますけどね。本当やっぱりね、だから保護者側にしても、本当こういじめ問題っていうのは決して他人事じゃないと、子供だけの問題じゃないんだっていうことをですね、まあ、強く、言わんとあかんかなっていう気はしますよね。